生まれはロシア、出身関西、舞台は東京、ピロシキーズです。とお、セイクです。ミオナです。ラファンネーズキです。ウラキスです。アイドルをね、やってらっしゃるウラキスさん、はい、今回はコラボをさせていただきます。ありがとうございます。こんなにね、可愛らしくね、あざとくて、あざとちょっとね、やっぱな、長時間いるとしんどいよな。あざとい女子が今回は揃ってるわけなんですけども、なるほどね。今回させていただく企画、恋の裏騒ぎ。イエーイ。恋の空騒ぎって知ってる？わかります。懐かしいね。知ってるよね。え、知らない？知らない。まあとにかくいろんな女性がね、好き放題テーマに沿って言いまくるというような内容になるんやけど、うん、ちなみに皆さんは仲悪いの？めちゃめちゃ仲いいです。嘘っぽ。じゃあ今回のトークテーマなんですけども、うん、私が許せない異性の言動。言動、うん、あれちゃんちなみにある？物に当たったりする人苦手かも。俺はエッチした後でどうだったって聞いてくるやつ。いやいやわ。あと最中に気持ちいいとか聞いてくるわ。異性じゃないねんけどこの場合は。同性になっちゃうんだけども。じゃあ皆さんせーので開いてください、はい、せーの、じゃんじゃん、でもお前ってわかる。お前マジで嫌。どんだけ親しい男の子の友達だとしてもお前って言われるとムカついちゃう。え、お前そんな嫌？嫌だ、なんか、うん、なんでお前って呼ばなきゃいけないんだろうと思っちゃう。なんて呼んでほしいのよ、じゃあ。名前で呼んでほしい。美咲オンリーなんだね。美咲がいいな。でも美咲でもさ、美咲っていうのってさ。美咲いる？似てるな、ちょっと。ちょっと似てる、ね、女性を見下した感じ、うん、俺の方が上、こう女だから下みたいな人がたまにいたんですよ、うん、コメントとかで、うん、なんでこの女みたいな、うん、女呼ばわり、女性って書いてくれればいいのに。でも俺もよく書かれる、何このオカマってよく書かれる。それ、でもどう、女性の容姿にダメ出しする男。ダメ出しってどういうダメ出し？足太いわみたいなこと。本当にない。待って、デリカシーのない男でしょ。デリカシー、なんかすごい浅いところで急に共感が入ったな。私あの お胸が小さいんですよ。そんなことないよ。あ、胸ちっちゃうみたいな、あ、貧乳とか鉄パイプとか、あ、コメントで、コメントもですよ、うん、書いてくるやつがいるんですよ。でもそれは好きなんちゃう、貧乳を。違う、それもう崩壊して生きていくしかない。いや、崩壊せんと尻をもっとな、強調していったり、いい尻しとったよ、なんか。どこ見とんのよ、礼儀がない人。礼儀がない人。まあ、これは男性も女性も。まあでもみんな、じゃあまあ異性にはまあいろいろ思うことはあるけども、うん、まあ人それぞれそうやな、なんか。うん、確かに。じゃあ次のテーマですが、はい、私がアイドルをする上で覚悟していること。どうぞ。せーの、じゃん。じゃん。何恋愛絡みって。恋愛絡みはもう、うん、恋愛禁止ではないけど、うん、まあ、アイドルといえば、まあ、男性の存在隠さなきゃいけないみたいな、うん、やっぱり隠してんの。あ、やっぱり隠してるというか。ファンの方はさ、恋愛してるのを見たらファンやめられてまうの。あ、やめる人多いと思います。あ、そうなの。でも今期を逃すもそれか。あの、そうですね、だから言っちゃえば、まあ、まだ現役でアイドルをやってても22で、うん、まあ、結婚願望あるわけじゃないんですけど、そろそろ結婚すると出会わなきゃいけないのかなとか。ないよ、まだ22やろ。まだ26だよ、もうやばいじゃん。29だよ、こっちは。やばいよ。どうするのよ。22歳まだ若いんだから。若いんだから。すいません。え、なんて書いてる？周りの目を気にしちゃう。お、例えばお酒とか、うん、本当は缶とか飲みながら歩いたりしたい。大丈夫やったよ。あれでいいやん、ワンカップ。ワンカップ本当やばいよ。逆に好感度上がるよ、ワンカップ。あと私下ネタとか好きなんですよ、うん、もっと言いたいけど、あ、でもアイドルだから言えないかなみたい。自分だけ一人下ネタ言ってた、うん、みんなのアイドルの中で一番下ネタ言う人、うん、新しいみたいな。おっぱい。おっぱい、おっぱい大好きなんだ。ねえ、レベルの低いしもネタ。ねえ、もっとね、くっつくらい言ってもらう。やめろ。やめろ。いや。じゃあ最後のテーマ、この女あざといなと思うメンバー、みんなリアルに書いてよ。はい、はい、じゃあせーの、じゃん。
あえ成果が一番多いの。成果だったないよね。何があったといいの。毎回男性と何かするときは、うん、すごい口数が増えて、うん、一番男性の近くにいい、すごいしゃーないねいつもより頑張ってる。しゃーないねしゃーない。そうだよ、一番最年長だよ。コラボだから時期感じてんの。多分私がこのグループにいたらもう膝の上に乗っかってんから。そうそうそうなんかせいちゃんに関しては手振りがあざとい、うん、なんかこういう動きしない。あーするなんか服装とかもあの男の子が好きそうな服装をよく着たりとかしてるから。しかも、もうせいちゃんはもう高校時代からすごいモテてて、モテるための本を読み漁ってたんで、ね、本を読み漁ってた。そう、高校時代暇すぎて勉強とかあんまり興味なかったんで、うん、モテていくみたいなの授業中に本読んでたりしてて、うん、なんかその時モテて、授業中は教科書見ろ休み時間に読めなんかあんの、その恋愛テク、いいなと思った異性落とすさ、テクニックみたいな。その男性のことをちゃんとよく見てあげて、なんか変化に気づいてあげたりとか、よく褒める、うん、でも自分の行為をやっぱり伝えることが大事だと思う。褒めるのが大事なんや。え、じゃあさ、例えばさ、初対面でご飯として、なんか褒めてよ、うん、じゃあちょっとやろう、俺ご飯なんか始まったみたいな。ちょまかちょまか。美味しいね。え、美味しいね。このお肉、あれ結構ね、これ焼いてほしいって言ったけど、中は結構赤いから。めっちゃ真っ黒。めっちゃ真っ黒って言うじゃん。まあ、柔らかいね。うん、柔らかい、これでもいけるかも。このブロッコリーは焦げてんの？めっちゃ。フレーマー？フレーマーじゃないよ。これブロッコリー焦げてんのが好きなんだよね。あ、そうなんだ。なんか食べるとこないな。でもそんな聖火さんはレナって書いてる。レナって書いてる。レナはなんか普段そういうあざといことあんまりしないキャラな感じで思われることが多いんですけど、なんか親しくなるとちょっと間抜けなところを出してくるんです、うん、なんか大阪にライブしに行ったんですよ私たち、うんうんうん、一泊で行ったんですけど、一泊目の次の日の朝になんか電話がかかってきて、やっぱり衣装忘れたみたいな、もう何しに来たの。いや、そういうのを計算でやってんの。やばいですよ、それはやばいよ。まあでも計算でやる女もおるからな、そういうことな。男の家にわざと何か置いていく女とかおるやろ。あー、最悪。いや、お前だよ、多分やりそうだよ。いや、ミオナはだからその人の懐に入るのが超うまいんですよ。うまい、さりげないボディタッチがやっぱり。あ、そう。何のためにあんなのボディタッチ。寂しいから。何それ。あ、そうか。あ、そうか。あ、そうか。ミオナにキュンってしたことあるもん。だから美咲みたいな。寂しいからっていう理由でさ、男とかにもやってさ、男恋心を抱いてまうから。そうだ、勘違いしちゃう。だからそれはちゃんと考えてやるよ。みんなにやるわけじゃない。あ、そうだ。じゃあもう、あの、みーちゃんが男でこうやってるっていうのはもう恋してくれても構わん相手だけなんや。うん。ええー。なんだなこれ。なんで。まあすっごい計算高いかなって思ったけど、みんな意外とちゃんと素なんやなって思ったわ。ナチュラルで。確かに素だ。でもまあこの中で 2,3 人は結婚できなさそうだね。多い多い。あったができるんだよ。いやでもまあ、ありがとうございます。すごい楽しかった。なんか久々こんな女子の女子会キャピキャピみたいな久々だったな。うちもね、あんまそうやって女子で集まることないからね。楽しかったし。なんかね、パワー吸われたわ。吸われたわ。吸われたわ。いや、今日はありがとうございました。ありがとうございました。一応ね、ウラキスさんのチャンネルにもピロシキズ出てますので、はい、URL 載せておきますので、概要欄の方からぜひ見に行ってみてください。お願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。